プレミア第5節終了最新順位表。海外の反応がこちらです。プレミアリーグ第5節が終了、最新の順位表がこちら。この順位を見た、海外ファンの反応がこちら。このタイトル争いは、狂気の沙汰になりそうだ。ユナイテッドも同じだ。我々は11位だが、すぐにリーグのトップに立つだろう。ゆっくりだが確実に。今のところ11位ですが、諦めません。5位、リーグ優勝に向けて、チェルシーは順位を上げています。マンチェスターユナイテッドは、5試合を終えて得点され。マンチェスターユナイテッドは、順位表のトップよりも、降格争いに近い。今シーズンは、チェルシーがプレミアリーグで優勝するので、心配しないでください。チェルシーのタイトル争いは、続く。私のチェルシー、私たちは近づいています。チェルシーはリーグ優勝している、マンチェスターシティを除く、どのチームよりも多くのゴールを決めており、無失点記録も多い。5位だが、38試合後には、1位か2位になるだろう。これをブックマークしておいて。まだ早すぎるのは分かっているが、リバプールはシーズンが終わるまで、トップ4から外れることはないだろう。マンチェスターユナイテッドは11位で、好調を維持している、下位半分のリーダー。マンチェスターの2チームが、両半分の順位で首位に立っている。チェルシー、ついに10位から脱出する。来週末の10位対11位の対戦、ぜひ注目してください。